さんいつもご視聴ありがとうございます。今週はですね、6月2日、6月3日に、ジュニアバトルオブグローリー2021が開幕するということでですね、この過去のジュニアヘビー級リーグ戦の中から、厳選した名勝負をお届けしたいなと思います。2007年4月1日、横浜文化体育館で行われた、優勝決定戦、近藤修二選手対クリス・セイビン選手の一戦です。さあ、まずはですね、この2007年出場メンバーをご覧いただいております。ペペ・ミチノク、エルノサ・メンドサ、ミゲル・林・ジュニアという3人なんですけども、大体皆さんお分かりだと思うんですが、高道徳選手、そして野沢ロンバイ選手、カズ・林選手の3人なんですけども、当時メキシコ・アミーゴスという、チーム名でメキシコ出身の陽気な3人組という、チームを結成しておりました。はい、そして、代表となりました近藤修二選手、そして B ブロックにおいてはあのディック・東郷選手を破り、クリス・サイビン選手が代表となりました。近藤修二選手といえば全日本プロレスのジュニアの絶対王者です。もともとは登竜門でデビューいたしますが、2005年にブルーマザーズの一員として全日本プロレスに参戦し、そこからこの世界ジュニア王座を初体感、さらにこの同王座を1年4ヶ月も保持し続けるというジュニアの絶対王者と言われるまでに至りました。そんな近藤選手ですが、ジュニアヘビー級リーグ戦の第1回大会、2006年の大会においてはこんな大会には出場しないということで不参加を表明いたしました。そしてその大会において中島克彦選手とカズ林選手による決勝が行われ、カズ林選手がこちらに勝利しました。そしてカズ林選手が、挑戦権利を持って近藤修二選手に挑んだわけですが、こちらに関してはすでに動画もございますので、ぜひこちらをご覧いただければなと思います。ジュニアヘビー級リーグ戦のチャンピオン、カズ林選手をもなぎ倒し、絶対王者として君臨し続けた近藤修二選手、2007年の2月、中島克彦選手に敗れるまで同王座を防衛し続けました。今回の第2回ジュニアヘビー級リーグ戦には参加するわけですが、この後の煽り V にも出てくる通り、優勝してもチャンピオンである中島克彦には挑戦しないという悪態までつく始末でした。はい、対するクリス・セイビン選手です。もうこの番組でもですね、さまざまな海外の選手、紹介してまいりましたけど、この彼ほどこの技師と言えるような選手はいないんじゃないでしょうか。カナダこの BCW ボーダーシティレスリングにてデビューいたしますが、その後 TNA に移籍し、 X ディビジョン王座を体感、さらにここからこの4度体感するという経歴の持ち主です。クリス・セイビン選手でいうと、やはりアレックス・シェリー選手とのモーターシティマシンガンズ、このタッグがやはり有名なんじゃないでしょうか。 TNA においてはババレー・リボンのチーム 3D との対戦が激化したりだとか、日本マットにおいても新日本プロレスを拠点に、様々な伝説的な試合を残したこの名タッグチームです。まずは2006年ゼロワンマックスに参戦しベルトを体感するんですけども、その直後2007年、今回はシングルでこのジュニアヘビー級リーグ戦に単身乗り込んでくるという形になりました。その後の話になりますけども、モーターシティマシンガンズとしての活動は続き、新日本プロレス、特にこのアポロ55とかノーリミットとか、その時代においても新日本プロレスのジュニア戦線を非常に盛り上げてくれたこの中心タッグチームであったことは間違いございません。2016年、有明コロシアムで行われたスーパー J カップ2016において、この日本マットで久しぶりにモーターシティマシンガンズが見れるということで、この日のチケットは僕も買いました。しかも、ね、相手がね、ヤングバックスっていうね、またね、非常に盛り上がった記憶があります。はい、というわけで話が長くなりましたが、モーターシティマシンガンズというタッグを置いて単身全日本プロレスに乗り込んできたクリス・セイビン選手、パワーの近藤修二か、それとも、技のクリス・セイビンか、この試合ぜひご注目ください。ジュニアヘビー級リーグ戦優勝決定戦、スピード、パワー、テクニック、三拍子揃った男たちが競い合い、数々の名勝負を生み出してきた全日本ジュニア。そのさらなる発展を目指し、ジュニア版チャンピオンカーニバルとも言うべき過酷なリーグ戦、ジュニアヘビー級リーグ戦が去年からスタート。8人の精鋭が激闘を繰り広げ、最後は全日本ジュニアのエース、カズ林が頂点に立った。激闘の興奮冷めやらぬまま、今年もジュニアリーグ戦開催。去年以上に熱い戦いの連続となった今回、生き残ったのはこの2人。まずは A ブロック1位、近藤修二。世界ジュニア王者であった去年は、自分が出る意味は全くないと出場を拒否した近藤が、今年はついにリーグ戦登場。安定した実力を発揮し、3勝1敗で A ブロックトップとなった。ジュニア離れした驚異のパワーで頂点を狙う。決勝で誰が来るか分かんないけどよ、叩き潰してよ、中島のベルトには挑戦しない。
そして B ブロック1位はクリス・セイビン。アメリカの人気プロレス団体 TNA で X ディビジョン王座に4度君臨している超実力者。その華麗なテクニックとキレのある動きはまさに職人。驚愕のテクニックを持つ技師セイビンを絶対に見逃すな。 Now I'm in the finals and I just got one more to go. See you in the ring. パワー対テクニック、全く正反対な2人の激突。果たして頂点に立つのはどっちだ。ジュニアヘビー級リーグ戦優勝決定戦、 A ブロック1位近藤修司 VS B ブロック1位クリス・セイビン。開幕戦で現王者中島を撃破、勢いに乗り決勝へ。再び表舞台に出てくるか。ヘビーにも劣らないこのパワーを動き、いよいよ決勝戦の舞台に進みます。青コーナー、近藤修司。全日本初登場にしてリーグ戦初参戦、初出場、初優勝のリベンジを目指します。 X ブリジョンの母としてその実力を見かけなく発揮。クリス・セイビン。ジュニアヘビー級リーグ戦優勝戦、時間無制限一本勝負を行います。青コーナー230パウンド、近藤修司。 A ブロックを勝ち抜いた近藤修司。赤コーナー190パウンド、クリス・セイビン。 B ブロックを勝ち抜いたクリス・セイビンです。さあ、それでは改めて放送席をご案内してまいります。放送席解説は長野景弘さん、そしてゲスト解説淵正信さんです。お二方どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、長野さん、はい、まあ、パワーでは近藤かと思うんですが、戦前、ね、お話をされてたように整備テクニックありますからね。そうですね、結構ね、はい、こう受けの選手のようでいて、ちゃんと試合の切り替えですかね、はい、あと、まあ、意外な技を使ってくるということで、うん、はい、対戦した選手はやっぱりすごくテクニックの切れる選手だというふうに言いますよね。ほうほうほう。多少なりともこの戸惑いというのがあるんですかね、各選手におきましては。まあ、本当にね、カナディアンバックブリーカーのような体勢から、はい、前の DDT、はい、フェイスバスターみたいに落としたりとか、こう技をミックスさせて使うんですよね、いろいろね。だから多分ね、なかなか対応するのが難しいんじゃないですかね。あー、なるほどね。さあ、今度はロープをうまく接する。さあ、場外に落としました。ここでクリス・セイビンがどうするか。エプロンに立ちます。エプロンに立って蹴り一発。さあ、このエプロン上での攻防がありそうだ。ここでどうするんでしょうか。バックを取るか。バックを取る。さあ、ここでバックドロップの体勢ですかね。これ何を狙いますかね。さあ、エルボー落としていく。でも本当にね、予想外の技を使う人ですからね、なかなか読めないかもしれませんけど、おーっと、なんとなんとヘッドシザースホイップで投げつけました。場外です。これ本人も辛いですよね。思い切った技を駆使してまいりますクリス・セイビンです。 X ディビジョン4タイムスチャンピオン、4度獲得しておりますこのクリス・セイビン。まあ、TNA という団体なんですけども、要はトータルノンストップアクションという団体ですからね、はい、そこの X ディビジョンという、ね、プランチャーだ。受け止めた。受け止めて、そしてダイレクトにフェンスに叩きつけました。この辺りはパワーがなせる技だ。まあ、それこそ X ディビジョンというのは、世界最先端のプロレスと言われていてね、はい、まあ、空中殺法のイメージもあるんですが、もう何をやるかわからないというイメージがあるんで、はい、こうした荒っぽい攻撃もね、結構クリス・セイビン受けてると思うんですよね。あ、なるほどね、本当にパワーとテクニックの激突ですよね、これはね。確かにそうですね。そして長野さん、はい、近藤については近藤3勝1敗勝ち点6で上がりましたがね、はい、リーグ戦の近藤の戦いぶりはどういうふうに改めてお伺いしますが。そうですね、やっぱり近藤の実力っていうのはベルトとしても変わらないですよね、なんか肘肩とのね、はい、戦いでちょっと右腕を、ね、痛めたなんていう情報もあるんですが、あ、そうですか。どの程度なのかなという感じですね。なるほどね、
さあリングの中に入ります近藤修二です。まあ今のところ近藤の方が余裕がありますよね。さあ DDT で突き刺しました近藤修二です。近藤もね、あの世界ジュニアをね、はい、1年持ってたわけですからね、まあ本当誰が来てもという気持ちあるでしょうね。確かにね、淵さん、はい、このベルトを持ってね持たれた一番長かったのは淵さんなんですが、ベルトを持ちながらこれ防衛戦を続けるっていうのはかなりあの至難のね技というか精神的にも大変だというふうに聞いてますが、まあそうですね、ね、まあ、この場合は、ね、年に 2,3 回ぐらい防衛するような感じでねかなりわがままなチャンピオンと言われたんですけど、やはり近藤の場合はこの1年間はかなりハードな試合で、ね、で全てもうその試合内容がねすごい試合をねやりましたからね。そうですよね。さあ今度は走る、あエルボーで向かい打ちました。今度は走るぞ、今度は蹴りで向かい打ったバックを取る、ジャーマン投げっぱなし。長野さん、やはり瞬発力ありますかね、セービングは。ここぞという時のね反撃、あのずるずる攻め込まれないですよね、見てると。さあ、ナイス。いやー一気に持っていきました。躊躇しませんね、この選手は。そうですね、やっぱりフェンスありますからね、結構危険なんですが、はい、思い切ってまであの飛びますよね。あ、それが彼のやっぱ持ち味なんだろうね、思い切りがいいっていうのがね。そうですね、本当気持ちで持っていってますよね。ただ首を両者ちょっと押さえております。打ちどころが悪かったのかもしれません。ある面で長野さん、空中殺法モルハの剣の部分がありますからね。そうですね、打ったセービンもちょっと首を押さえております。そうなんですよね、ダメージこう思っちゃうんですよ ね、 ね、さあ両者ほぼ同時にリングの中に入りました。ジュニアヘビー級リーグ戦の優勝決定戦、この2人で争っております。前の横浜文化体育館、おっと膝を当てるカウンター、しかし後ろから来た、おっとネックブリーカーがスタナーのように持ってきた。そうですね、さあ今度はセカンドロープを駆使して DDT だ。さあ抑えてカウントは2カウントは2カウント。セービン早いですね。こういう時の動き攻めいいですよね。いいですね。正直見た目の印象はそんなになんかいい男なわけでもないし、ちょっと地味なイメージがね。なんでアメリカで人気があるのかなと思ったら、やっぱりこのテクニックですよね。さあカナディアンバックブリーからここからあるぞ、これがあるんです。さあ抑えたカウントは、カウントどうぞ。まあ正確にはこの技名がまだねついてないようですけども、カナディアンに持っていってひねります。いろいろ考えてますよね。考えてますね。結構ダメージこもったですね。さあここに来て今度はセービンの時間か。右のパンチ攻撃もう一発。さあ輝いてザ・オリジナルだ。しかしフォールにはいけません。先ほどのダメージでしょうか。今度あんまり近藤はね、辛そうな顔しない人ですからね。そうですね。さあランサルセを狙うか。近藤修二自分の間を取っています。コーナーから向かってランサルセだ。さあこれも決まったぞ。どうだ、抑えます。カウントは2、カウントは2カウントです。カウント2。テクニックのセービンかパワーの近藤か、 TLO のクリスか、フードゥーの近藤修二か。あれだね、上半身の筋肉がすごいね、今度はね。そうですね、筋肉が隆起しております。さあこれをかました。今度は突っ込んでいく、思い切って長い足を上げていった。さあ今度は後ろから行く、今度は正面だ。何を持っていくのか、これを切って、おーっと壁だ。なんかデスバレーのように持ってきましたね。いやーすごいパワー、ものすごいパワー。これまた短いパワーを展開いたしました。勝負しました近藤修二です。これはちょっと油断できないですね。ちょっと分かりませんね今のところね。単にパワーとテクニックだけの攻防ではないです。さあ今度はセービンが行く、うまく足を払った。さあ宙吊り状態でセービンが向かう、肩口でしょうか、ヒットさせました。セービンの速い、
速いし体小さいんですけど当たりが強いですよね、技一つ一つがね。そうですね。さあ一進一退の攻防が展開されています。優勝決定戦です。昨年の優勝者は勝林でした。今年はこの近藤か、それともセービンか。膝をついた状態でエルボーの打ち合いとなっている。完全に打撃戦です。大きな声を張り上げたクリス・セービン。今度はお返しだ。今度バックを取る。バックの取り合いだ。ここから首投げがあるぞ。首投げ、ものすごいパワーです。首投げ、さらにはドラゴンスリーパーだ。そしてレアートエールハンドだ。今の技どうでしょうね。さあここでフォールはカウントは、カウントはどうだ。2カウント、カウント2。しかし今度改めて見て、こういうパワーで押すジュニアの選手なんて見たことないですよね。本当ですね。セビンびっくりしてたもんね。波状攻撃だ。福士さん、これまでの展開どうですか。どちら有利に映ってるんですか。いや近藤のが有利だと思うんですけど、ちょっと油断できないですよね。確かにね、タフですよね。タフです ね。さあ担ぎ上げた。ペナティアンからおっとパイルドライバー、あの高さからパイルドライバーに持っていきました。ちょっと嫌な角度で落とされたクリス・セービン。長野さん、このフォールに行けませんから、やはり近藤もかなりのダメージを負っていると見ていいですか。そうですね。あともう相手が相手だけに精神的にも疲れますよね。お抑えます。近藤だ、どうだ。2カウントは2カウントです。カウントは2。いや本当一瞬も気が抜けないですもんね。両者はダウンというケースが多いですね。多いですね。ダブルダウン、ノックダウンというケースが多いですね、はい、かなりダメージこもってるな。かなりありますね。さあ拳を握ったキングムラリアット、これをかます。さあうまく繰り返して回転で見固め、さあどうだ。ガーッと2カウント2カウントです。カウント2。ローリングソバットだ。ロープに走る。さあオリジナル、いやうまくかました。エルボー、おお、ね、回転した。リバースのね、フランケンシュタイナーみたいですけど、頭から突き刺さってますよね。これも入れません。今度首がちょっとこれ衝撃走りました ね。びっくりするような技ばっかりです ね。何が展開されるか分かりません。あーとエンジギリ、これは効いた、これは効いてしまった。どうだ、取ったか、取ったか。2だ。カウントは2カウント、カウントは2カウント。セービンの一発一発も強烈だ。今の打撃はかなり強烈だった。さあ近藤苦しい、近藤苦しい。セービンがチャンス、セービンチャンス。さあ担ぐか、これをこらえた。ローリングエルボー、もう一度セービンがロープに走る。ラリアット、キングカングラリアットだ。さあ片指、これは決まったか、どうだ。カウント2カウントは2カウント。タフですね。タフですね。今セービン一回転しましたよね。長野さん、ここは近藤チャンスですね。いやもうチャンスなんですが、どこでこうね変わった技で切り返されるかわからない怖さありますよね。あ、そうか、そういう部分が顔を覗かせますと苦しくなりますが、さあトップロープに上げます。コーナーで何を狙うんでしょうか。近藤ニュートラルコーナー。セービンもこの体勢からなんとかパンチで、セービンが上げる、セービンが上げる。流れ式だ、届かない。一抜くドライバーのように抑えます。流れ式で持っていく、どうだ。カウントは2。いやー、長野さん、本当にあの体勢からですね、担ぎ上げましたね。あれでね、足を交差させて、そのままフォンドできればね、クレイドルショックだったんですが、そうですね、まさにナダル式ではね、そこまで持っていけないですよね。さあ、しかしチャンスを迎えている DNA のまさ、このセービン、止まってる、ラリアット、顔面を捉えました、ラリアット。さあ、この一発にかけるのか、この一発にかけるのか、ショートレッジが、いや、ロープで走った、ラリアットかます、ドラゴン、ドラゴンスープレックス投げっぱなし。さあ、担いだ、ここから、あクレイドルジャックだ。さあ足を抑えてカウントがあった。2つ、いやー、クリスタルシャチ
てしまいました。初出場初優勝、まず福さん、まずこの結果。結果も本当最後の詰めが厳しくて見事ですね。すごいですね、あの走力がね。いやー、おさのさん、差し物の行動も変えたのか。いやー、これはね、快挙でもあるし、やっぱり事件ですよね。あの行動がね、敗れた。しかもね、初参加初出場で優勝ですよ、これ、完璧な3カウントです。クリス・エビン恐るべし。いや本当にね、この大きくない体にね、どこにこんなね、はい、力があるのかという感じですね。いや本当ですね。いや、淵さん、改めてなんですがね、はい、予想しなかったこれ結末となってしまいましたね。凄まじい試合ですね。優勝戦にふさわしい名勝負でした。さん、一言伺いたいんですがね、はい、この選手の優れている部分は一言で言うとどこでしょうね。いやジュニアでスピードがありながら勝負度胸もあるし、いわゆる骨太なファイトしますよね。いや素晴らしいですね。素晴らしいですね。さあ、長野さん、はい、今ちょうど映りましたが、中島とセービンの戦いというのもこれは勝って通れませんね。これはね、もしそうなったらね、すごい試練ですよね。本当ですね。本当日本のジュニアの選手、もっともっと頑張んなきゃいけないっていうことをね、言われたような大会でしたね。確かにそうですね。初出場、初優勝という大偉業を成し遂げました。またクリス・セービン。今を完璧に日本のファンの心に刻みつけました。ものすごい男がこの全日本のジュニア戦線に名乗りを上げてまいりました。 Ever since I started wrestling 7 years ago, I've had a list of accomplishments in professional wrestling, a list of things that I wanted to conquer. Rough.Hard. One of the hardest fights I've ever had. Very good. Kondo's easily one of the best wrestlers I've ever been in the ring with. Tough, strong. Yeah, the guy's a monster. I think the next thing I'd like to do is challenge Nakajima for the title. 過酷なリーグ戦を制したのはクリス・セービン。全日本ジュニアの新たなる征服者となるか。はい、というわけでこの第2回ジュニアヘビー級リーグ戦はクリス・セイビン選手が初出場初優勝を成し遂げました。日本プロレス界においてですね、まだまだこのクリス・セイビンという名前はまだ売れ始めた頃だったんですけども、あの近藤修二というジュニアの絶対王者を下し、皆さんは本当にこの納得のいく大満足な試合だったんではないでしょうか。彼のですね、持つこの俊敏さ、そしてこの技の正確性、そしてこの技のレパートリーの多さ、そんな彼の魅力がいっぱい詰まった一戦だったかなというふうに思います。今後もですね、こういうまあ海外の選手だったりとか、この珍しい対戦、こういうのね、いっぱい取り上げていきたいなというふうに思ってますので、皆さんもね、こういう試合が見たいとか、あの思い出に残っているものがあれば、ぜひコメント欄に書いていただければなと思います。はい、そして宣言通り、来週もですね、このジュニアヘビー級リーグ戦の中から厳選した名勝負をお届けしたいなと思います。次週お届けする試合はこちら、2011年、ジュニアヘビー級リーグ戦開幕戦、カイ選手対ケニー・オメガ選手の一戦です。今でこそ日本そして世界において、ケニー・オメガという名を知らないプロレスファンはいないと言えるほどになったんじゃないかなと思いますが、この2011年当時 DDT 所属のケニー・オメガ選手が、単身この全日本プロレスのジュニアヘビー級リーグ戦に乗り込んでまいりました。そしてその相手、開幕戦の相手は当時世界ジュニアヘビー級チャンピオンであった海選手です。全日本プロレスのエース、そして顔となるべく急成長を遂げる海選手に対して、このケニー・オメガという存在がどこまでインパクトを残したのか、こちらはぜひ来週お楽しみにお待ちいただければなと思います。今週はここまでです。それではまた次週お会いしましょう。さよなら。